不動明王はフクロウを認めていない。強引に憑依したことに対する拒絶反応だ。もらったぞ。うわやったぜと。最後まで使えないやつだな。あいつは？私はただ四天王子様のお役に立ちたいと。その仮面は現実から目を背けるためのものか。四天王子様はとうに貴様に期待などしていない。何の役にも立たないクズがよくも今まであの方のそばにいられたものだ。だが最後に一つだけ意外なことがあったとあの方がおっしゃっていたぞ。よもや己の暴走で自滅するほどの愚か者だったとはな。私は探し出さねばならない。我らが姫をこの手で必ず探し出す。